アメリカ中央軍は28日、ヨルダンにあるアメリカ軍の拠点が攻撃を受け兵士3人が死亡したと明らかにしましたアメリカ中央軍によりますと、シリアとの国境に近いヨルダン北東部でアメリカ軍の拠点が無人機によって攻撃され兵士3人が死亡、25人がけがをしたということですバイデン大統領は声明を発表し この攻撃はイランに支援された過激派組織によるものだとの見方を示しました。さらに、実行犯に責任を取らせるとし、報復攻撃を示唆しました。CNN テレビによりますと、去年10月にイスラエル軍とイスラム組織ハマスの衝突が始まって以降、アメリカ兵に死者が出たのは初めてだということで、中東での緊張がさらに高まりそうです。